ほぼやってること全部一緒なんですよ。それを総括したらどういう表現になるのよ、結論付けてしまったのがゲルハルト・リヒターなんじゃないかなって。まず美術史を読み解いていく上でどっから言うか難しいんですけど、やっぱり写真の登場っていうのは伝えたい。でそれから抽象絵画の歴史、これはあんまり詳しく今回は触れないですけど、抽象絵画の歴史の終着点なんだってことも紹介したいです。まあこの主に2点かな、まあリヒターの作品を味わう上で大事なポイントかなって思ってます。まず皆さんに知っておいてもらいたいのは写真の登場ですね。1826年って言われてますね。写真が登場したんですよ、カメラが。結果どういうふうになったかっていうと、それまでの絵画っていうのはもう本当に記録のための絵画だったんですね。プリクラと同じですよ。その偉い人が自分の美しい姿とかかっこいい姿を写真代わりに残しておくために画家を雇って描いてたりとか、あとはこの宗教の世界観、キリスト、主にキリスト教ですね。そのキリスト教の世界観を字がわからない人のために紙芝居みたいに見せたいから画家を雇ってあんなに壮大に描いてたんですよ。だってそういうふうにやった方がお金が儲かるから。だからカメラ代わりだったんですね、画家っていうのは。ルネサスだったりバロックだったりロココだったり、なんかこういろいろな手法がありますけど、全部共通して結局はあれはその絵本の挿絵とプリクラなんですよ、言っちゃえば。けど1826年に記録としての絵画も必要なくなったし、それから宗教の力も弱まったので、いや別にもう宗教画とか描く必要なくねってなって、画家さんの仕事は一気になくなったんですよ。これがやっぱ写真と絵画の絶対切っても切り離せない大きな関係で、だから絵画は写真の下に行っちゃったわけですよ。その時に絵画っていうのはなんか写真より劣化してるよねって、劣化バージョンのメディアだよねっていう風になったんですね。これはやっぱり、まあ、今となってはこうなってきましたけど、やっぱり結構続いたわけで、で画家さんも焦りますよね。もうケツに火がついてる状態ですよ。今まではなんかこう立体物を立体っぽく描けてれば雇ってもらえたのに、そうはいかなくなった。ただ本物っぽい絵を本物っぽく描いてるだけじゃ何も本当にならないが、おいおい絵画って何やりゃいいんだよっていうふうになったと思うんです。おい偉い人描いたって売れない、宗教描いたって売れない、うん、じゃあとりあえず田舎行って風景描くかとか、なんか貧乏な人見たら、貧乏な人めっちゃなんか美しいよ、貧乏な人ってええなとか、なんか描き始めたり、あとはそこにね、ちょうどよくやっぱ船が栄えて、東洋の美術が入っていくわけですよ。その浮世絵だったりだとか、中国のね、書画とかが入ってきて、うわ、これ面白いわ、なんで無色でこんな絵画表すのとか、線描いとるわ、面白いとか、なんか、構図何これみたいな。人ちっちゃみたいなね、なんかそういうなんか「これぞ絵画や!」みたいな革命がまあ、渡りに船っていうか感じでこう来たと。だそういう歴史があって、どん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 絵画っていうのは いわゆる今の絵画らしさ、自由なその抽象的だったり、これは気持ちを表してるんですとか、これは私のこういう世界観を表してるんですよっていうのをこうなんか言いやすくなったっていうか。それ見ただけじゃ分かんないけど、抽象的な表現もこう受け入れられるようになったっていうところなんですよね、うん、で写真と絵画っていう歴史はやっぱ踏まえておきたいっていうのと、同時にそうやって抽象絵画っていうのは生まれてって、まあ、それがこうちょっとはしょるけど、ジャクソン・ポロックビシャビシャってやった人とか、フランク・ステラ、その色だけで今までの絵画って、これのこっちの方がいいか、例えばこのカップの絵を描いたら、これカップの絵だよねっていうのは分かってたけど、なんとかの絵じゃなくて、じゃあ絵って何って、ただの絵、なんかの絵じゃない、ただの絵を描くんだとしたらどうすりゃいいの、じゃあ俺真っ黒に塗ろうってやったのがステラさんなんですけど、そういう抽象絵画の歴史なんですけど、真っ黒の絵だったら、これなんかの絵って見えないよねってやったりだとかしたんですけど、なんかそうやって、写真と絵画の歴史があって、結果いろんな表現が生まれてって、気持ちとか音とかなんかそういうのを表してたりとか、あと色彩群っていうのが出てきたりとかして、それが抽象絵画に発展してって、でその発展した先がゲルハルト・リヒターさんなんですよ、僕的には。つまり
君たちが写真と絵画出てきて、いろいろこう苦労してた挙句にたどり着きたかったのはこういうことでしょっていうのを、まあ、結論付けてしまったのがゲルハルト・リヒターなんじゃないかなって思ってます。で、まあ、それはその具象表現、立体表現、写真とかで表せるいわゆるリアルって言われて本物っぽいっていう表現と抽象、何書いてあるのか分かんないけどぐちゃぐちゃだけど なんかいいねっていう抽象とがミックスしていくっていう なんかそういう世界観なんですね。とあとは絵画が歩んできた歴史と写真が歩んできた歴史、絵画が持っている要素と写真が持っている要素っていうのがこれ別個に扱われてるけど、これ融合したらどうなんねんっていう、そういう考え方なんですね。で、それが元になって、これが元になっていって、で、これを、例えば、油絵で表すんだったらアブストラクトペインティングになるよねとか、これを、写真で表すんだったらオーバーペインテッドフォトとか、フォトペインティングになるよねとか、ここはもう変わってないですよ。で、こっからガラスで表すんだったら、さっきのガラス、重ねたやつになるよねとか、これを鉛筆で表すんだったらさっきのあの鉛筆で表した感じになるよねとか、これを映像で表すんだったらこの世界観を映像で表すんだったらこういう感じになるよねっていうだけで、幹は変わらず枝をめっちゃ増やしていくっていう手法なんですよね。で、まあ、それはピカソもやってたことだと思うんですけど、まあ、こうやってなんていうんだろうな、そのいわゆる巨匠と言われる人たちはものすごく強い軸を持って、それ軸を持つだけじゃなくて、それをこういろんな多岐にわたって表現するっていうその手数の広さ、これがやっぱ巨匠と言われる、まあ、一つの要素なのかなっていうふうに思っていますね。だから、まあ、もちろんね、ずっと同じような絵画を描いてってこの人はこういう作品だっていう認知のされ方ももちろん大事だし、どっちかっていうと今はそのなんていうのコマーシャルというかその見た目でその人らしさを表してインスタグラムとかツイッターとかで見たときに、あの人の作品の新作だって一目で分かってもらうようにしなきゃいけないから、なんかそういうコマーシャルな要素も含めて同じような作品を繰り返している方が多いんだけど、僕はどっちかというとなんか難しいことなんですけどね、でっかい軸を持ってこっからどんどんこういろんな媒体に発展していくっていう姿を楽しみにしているし見たいなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、ちょっと話は逸れちゃいましたけど、リヒターの凄さを要約するとそういうことなんですよ。写真と絵画。